待ってくれ。まだ言いたいことがあるんだ。で、あれ、若様どこ行った？自分が先に来るってボコボコに殴られた夢を見たんだけどよ。あれは現実じゃないよな。強くなったけどよ。喧嘩なんてできれば避けたいけどな。一歩ずつ着実に強くなっていくぞ。はいはい、やりますよ。ま、戦いよかマシか。あんま慌てるなって。まずは確認させろ。ん？酒くせえな。酔っ払いがいるぞ。って、あ、俺か。飲みすぎは、やっぱ、よくねえな。あ、だだ、俺、もしかして、殴られた？きな、この拳を、受け止めろ！お、敵の人数が、増えてる。酒をこっそり隠してる奴はいないか？お客様、お酒はいかがでしょう？飲みすぎには注意が必要ですが。お、酒はいらねえって？やっと来たか。なんか面倒なことに巻き込まれてんじゃねえかって探しに行くところだったぞ。おーい、寝坊はダメだぞ。やれやれ、仕方ねえな。あと少しだぞ。はいはい、本当に眠れなかったら俺がそばにいてやってもいいぞ。は？酒を飲めば眠れる？それ、誰に教わった？これを役立てたら、かなり楽になりそうだ。へへ、ありがとな。ありがとよ！贈り物は確かに受け取ったよ。お返しは、また日を改めてな。いろんな面倒を見てたせいか、白髪が生えてくんじゃねえかと。店で売っている酒は全部俺がこの手で作ったんだぜ。あ、これは汚れじゃねえよ。髪がない時は服や腕にメモを取るんだ。酒で憂さを晴らすなんて臆病者の現実逃避に過ぎないぞ。俺が頼りになるって？自分が頼りにならない奴だったらって思う時もあるよ。空想の酒好きたちを飼いならしてるなんて、若様もなかなかやるな。